こんにちは、DI カミノラ店長のミクです。はい、こんにちは、DI カミノラのたくまでございます。さて、はい、本日ははい、あのメガネ協会にあのとても強い影響力を持った、はい、あの有名人お二人のお二人ですね、はい、あのメガネをご紹介させていただきたいんですが、はい、そのお二人というのが俳優さんの綾野剛さん、はい、女優さんの浜辺美波さんでございます。はい、はい、では早速かけていきたいなと思います。はい、ではあのなぜその2人にこう私たち注目をしたのかと、はいはい、申しますと、はい、あの問い合わせとかで圧倒的に多いのが圧倒的に多いです、はい、このお二人なんですよ。男性だと綾野剛さん、はい、女性だと浜辺美波さん、うん、そうなんです、はい、あのこういろんな芸能人の方が日々あのドラマだったりとか、はい、私物だったりとかでこれをかけてるとかっていうふうに結構ズームアップされたりするんですけれども、はい、その中でも、もうこのお二人がもうこう、そうですよ、他の方たちと段違いにあの方がかけているのが欲しいっていうお問い合わせがすごく多くて、はい、そのお二人がかけているものって本当すぐ完売しちゃうんですよ。なので今ちょうど揃っておりますので、はい、それもあってご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあまず、はい、これがもう、もう結構これが原点って言えば原点っぽいですよね。綾野剛さんのここからこう火が爆発的についたようなものです、ね、そうなんですよ。もうこれは IBAN7285 はですね、普段再生産でほとんどしない、はい、やっぱこうあのブランドなんですよね、はい、こう世界観を壊さないためにあの再生産っていうのはもうしないっていうふうに思ってらっしゃる方が多いと思うんですが、もうこのモデルに関してはものすごくお問い合わせが多かったです。はいはい、なのであの7285ももうちょっとこれは再生産ということで、はい、やっとこう皆さんにご紹介できるというところなんですよね。こちらが、はい、ちょっとモデル名がアイバン7285の、うん、319の、はい、121で、はい、121ですね。まあ、これ黒も別光も本当に飛ぶように、はいはい、なくなりまして、でも黒も別光も綾野剛さんかけていらっしゃるんですよこれもかけてます。そうそうそう、しかもカラーレンズ入れてますもんね。そうです、カラーレンズをすら入れてます。はい、しかもあのこれドラマのミュー404っていうあの、はいはい、新婚さんのね、あの、はい、新婚さんのほら、あ、星野源さん、うん、新婚さんなんで俺桂文枝師匠あの、はい、すいません、はい、あのそういったところ、あの星野源さんと2人でタッグを組んで刑事ドラマで、はい、あのかけてたんですけど、はい、もうそこからすごくこう火がついて、で実はこれ私物で持ってるらしいんですよ、どうやら、はい、はい、スタイリストさんがこう支給したものではなくて、で、菅田将暉さんとか、はい、横浜流星さんにも、はい、でもこれプレゼントしてるみたいなんですよ、はいはい、なのでそこの、ファンの方たちもあの同時にあのこれは何のモデルだということで、はい、お問い合わせが殺到したんじゃないかなっていうふうには思います。はい、はいはい、では続いてかけていただいたのがこちらもですね、あのアイバ7285の、モデル名140のカラー900番というところなんです。こちらも実は私物でかけてらっしゃいます。多分インスタの、うん、プライベートの写真かなんかでかけてて、そうそうそう、かけてましたよね、うん、っていうのと多分なんか映画のヤクザさんのというか、はい、そういったあの話 の, あの写真でもちょっとこれかけてたんですよね、うん、そうそうそう、これもカラーレンズでもいい、なんかちょっとブルーが入ってたような感じがしますけれども、これもお問い合わせがめちゃ多いです。めちゃくちゃ多いです。はい、もうこのモデルは何ですかということで写真を結構こう送ってこられるんですよ、うん、そうです。で、あの、あ、これじゃないかということで、はい、あのもうお伝えしたら、まあ、まあ、おそらくこれに間違いないということでございましたので、はい、まあ、もちろんこう綾野剛さんがかけられてるっていうのもあるんですけど、まあ、2ポイントのフレームって最近なかなかなくて、あんまりないです。2ポイントのフレームとしてのクオリティもすごい高いので、うん、やっぱりおすすめです。うん、なかなかこう若い方が2ポイントっていうのまでね、か口なしって普通普段ね、うん、かけないですもんね。なかなかそこをまあちょっとこうおしゃれなファッションにこう落とし込んでるっていうところが結構若い方たちだったり、あのそういった方にあのこう支持を得てるところかなというふうには、はい、はい、思います。はい、じゃあ続いてこれが多分綾野剛さんがもう最新で買ったあのフレームだと思うんですよね。はい、
はい、で7285の177のこれカラーはあの白黒写真で出てるのでわからないんですよ。はい、おそらくアンティークの方じゃないかなっていう気は。木はちょっとツヤとか、うん、光沢感でそういうので分析するとね。でもシルバーかゴールドかのやつは食べるんですけど、はい、そうなんです。でこれあのゲーテの、 あの一面にも出てましたよね。そうですね、ゲーテの6月号で、うん、で綾野剛さん自身のインスタでも上げてらっしゃって、うん、これジージャンにかっこよかったんです。いやかっこよかったんです。ちょっとやっぱこれで、今3つご紹介させていただいたんですけれども、傾向として分かったのがやっぱりアイバン7285だったり、ね、あとテレアイバンだったり、それがすっごくやっぱお好きなんだなっていうことが、はい、もうやっぱ分かりました。他のブランドをかけてるところをあんまり見たことがないです。もうかけてるんだったらやっぱ7285がテンアイバンかなっていう感じが、ね、ここ最近は基本的にアイバンブランドをかけてるんですか。かけてます。はい、はい、もうぜひともあのチェックしていただきたい。これもおそらくすぐなくなってしまうんですよ。で、サイズ感は割と小ぶりです。はい、はい、こっちはですね。そうなんです。で形が結構こうあのクラウンパント調で、こうメタルの中でも、割とかっこよさ、シャープさが出せるフレームですので、はい、あのお仕事でもプライベートでも使いたいあのメガネを探している方はこれ要チェックだと思います。はい、はい、じゃあすいません、はい、私ちょっとハワイにみなみちゃんかけてるのをかけて、いやいやもうめちゃくちゃいい、はい、すいません私の顔面で、はい、はい、モデル名は、はい、ちなみにですね、あのブランドは BJ クラシックコレクションのモデル名がフレーム114WRNSNP、 カラーが1-1の W の方です。はい、そうなんです。あのこちらがうちの娘はあの彼氏ができないっていう、はい、あのね、最近まであの放送されてましたドラマで、こう娘役としてかけてたんですが、できるだろうと思いました。いやそう本当にあのこれね、お問い合わせめちゃうまかですよね。あのっていうのとちょっとこう寄っていただきたいんですが、ここに実は厚みがあるんですよ、はい、メタルフレームの中でも珍しい、はい、厚いです、ね、そうなんです。フロントはいきますよ、薄いです、薄いです、はい、細いです。横は厚いんです。これが何のメリットがあるかというと、こう厚みがこう気になるっていう近視のお強い方へのメタルフレームではすごくおすすめです。おすすめ。これ日頃からメタルフレームかけてみたいけど、ちょっとこう度が出ないかな、厚みが出ないかなっていうことで、あの不安に思ってらっしゃる男性女性にもすごくおすすめしたいなと思います、はい、サイズ感もあの割とそのなんて言うでしょう、男性であればあの横もですね結構テンションが効くんですよ、はい、割とお顔の大きい方までかけていただけるんじゃないかなと、うん、思います。あのすごくかけ心地も軽いのでかけててストレス感が本当にないです、はい、こうちょっと浜辺美波さんがかけてて本当に素敵っていうところもあるんですけど、機能的なところ もう満載なの で、はい、ぜひチェックをお願いします。これも本当に在庫がないらしいので、そうです、はい、メーカー在庫も欠品中で、はい、そうなんです。次回の今日終わってる状態なので、はい、ぜひ要注目のフレームでございます。はい、はいはい、では続いてこちらですね、はい、はい、これはこちらですね、あの姉妹店の DIY 中原メガネ光の森店と取り扱いがルナーっていうドイツのブランドの、はい、モデルは A5 の226、はい、でカラーはですね、こちらのカラーじゃなくて、別光のこちらの色味をちょっと別モデルなんですが、はい、こちらの色味をかけております。でてこれですね、はい、公式とかでは載ってなくて、これ宅調べです。僕調べです。浜辺美波の、ガーナの CM の、はい、あの画像をとすごく僕にらめっこしたんですよでこうノーズの感じとかこれ、はい、特徴があってですね、うん、あのカシメの部分がこう金属の合わせのこう長板がついてたり、まあはい、2ポイントのこう、うん、ドットと鼻パッドが、これ今、うん、あのシールをですね、うん、貼らせていただいてるんですけど、そうそうそう、うん、これ鼻パッドがついてなくて、はい、通常かけるとズルズルと落ちてくるんですよ。そうなんです。で鼻パッド見た感じ、うん、ついてなかったんですよ。なるほどなるほど。鼻筋まで確認させていただいて、はい、でやっぱちょっと下げてかけてたので、はい、でこの手間だとルノアで間違いないなというところで、はい、それ大丈夫ですか、出しちゃって出しちゃってはい、ということで宅調べでございました。はい、はい、なのでちょっと今さっきあのノーズの、
ないっていうところで話させていただいたんですが、はい、ノーズは、加工してもうちょっとこうこの辺に出るかもしれないんですけれども、はい、あの肌パッドつけることは全然できますの で、はい、でこれも柔らかい色味ですごくおすすめなんですよ。そうです、うん、ぜひあのかけていただきたいモデルかなと思います。あんまりこれもあの太くないので、はい、割とあのこうファッションにスタイリングしやすいですし、はい、使いやすいモデルと思います。はい、では、はい、こう今こうメガネ界にすごくこう影響を及ぼしているお二人のメガネスターでございます、ね、はいのあのちょっとこう画像をこうグッとこう、はい、まとめてみました。はい、はいはい、では今日の動画は以上でございます。この動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとよろしければコメント欄の方にコメントもお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。はい、ちょっとですねあの返せない時が多いんですけれども、うもう全部読ませていただいておりますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではよろしければまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。